ババクスイでは、熊本県菊池郡菊陽町ババクスの木から、熊本県熊本市、トロクまでの約1 3トルを結ぶ農業用水路。慶長13年、加藤清正によって改作され、現在も現役で使用されている。400年前とはとても思えない技術を駆使した水路であり、平時も滑水時も洪水時でも、一定水量を確保石かつ堆積物でなじらない。 気候、花栗や、とといった気候を持つ。阿蘇を水源とする白川水系は、火山灰土壌のために、土砂の堆積がひどく、また、水量の変動が激しい。そこで常に一定量の水量を確保するために、また堆積物等へのメンテナンス軽減のための、様々な工夫がなされている。ババクスのキ関の取水地から取り入れられた水は、 白川の南側を高低差のある2本の用水路に分けられる。低い方の支流には、都と呼ばれるオーバーフロー気候があり、溢れた水は白川に戻され、残った水は再度合流する。この気候により洪水時でも、滑水時でも変わらぬ水量を保証する。馬場クスの木関から約3キロメートル下流にある気候。現在の菊陽町局首のあたりは強固な岩盤の、 上に深い水路を掘るしかなく、よって、井手の工事は難関であり、しかも、阿蘇の火山灰の堆積により、メンテナンス費用の予想も馬鹿にならなかった。そこで、硬い地盤を利用し水路の上に、かまぼこ型の席に似た気候を100カ所以上連続して、設置し、水流による渦効果で火山灰の堆積を防いだ。鉄砲工事、ありがとうございます。